まあ、今どんどん機械は進歩してます。新しい機械が出たりとか、高信頼性の機械が出たりとか、あるいは多機能な機械が出たり、進歩はすごく早いんですが、その中で重要なのはですね、いわゆる機械をですね、構成するですね、機械要素ですね、これの特性向上というのは非常に重要です。でその中でですね、材料のですね、改善というのはですね、非常に重要になってきます。ただその材料のですね、改善というのはですね、実は非常に広範囲なスケール性があります。それこそミリとかメートルの単位のですね、形状のですね、改善からですね、原子分子を睨んだようなですね、改良ですね。で特に材料の場合はですね、原子分子も重要なんですけれど、電子の挙動というのが非常に重要になってきます。ナノメーター以下のですね、制御というのがですね、非常に重要になってきます。いろいろな材料がありますけれども、まずは機械のですね、特性ですね、どういったものを求めるかというのをですね、まずは吟味をして、それでそれに合わせてですね、設計制御をしていくということです。その中で非常に重要なのはですね、機械材料というのはですね、いわゆるその力学材料ですので、力学的な特性にですね、優れた金属材料ですね、これが非常によく使われます。そういった金属材料のですね、特性をですね、改善するためにはですね、実は元素のですね、組み合わせをどういうふうに変えるのか、あるいはですね、原子同士は反応しますので、その反応をですね、いかに利用するのかですね、そういったようなことを考えると。であとはですね、その組織を変えるということですね、加工とか熱処理というのをですね、原子分子を睨んだですね、組織の変化というのをですね、捉えていこうということが必要です。でそういうことをやる上でですね、実際に組織を見てやる必要があるんですけれども、いろんな方法がありますけど、今回お話をするのはですね、透過電子顕微鏡法です。これうちの研究室の顕微鏡なんですけれども、原理は光学顕微鏡と一緒です。ただ違うのはですね、光を使う代わりに電子を使うと、であとガラスのレンズの代わりにですね、電子レンズを使うということです。非常に波長が短いので、細かい組織を見てやることができます。でこれが実際に見た組織です。こういうふうな原子配列が見えたりとかですね、あるいは非常に細かいところのですね、金属の組織というのをですね、見てやることができます。こういったものをですね、見ながら材料のですね、設計をしていくというのがですね、今非常にですね、重要な研究開発になっているということです。